ジョシア・レノルズによる肖像画1773年作。初代マウント・ジョイシシャク・ルーク・ガーディナーはアイルランド王国出身の政治家、貴族、チャールズ・ガーディナーとフロリン・ダ・ノーマンの息子として1745年2月7日に生まれた。イートン・カレッジで教育を受けた後、1762年6月7日、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジに 入学1766年に BA の学位を1769年に MA の学位を習得した。また、1767年にダブリン大学トリニティカレッジより BA と同等の学位認定を受けた。父は、初代ブレッシントン伯爵及び第三代マウントジョイ爵ウィリアム・スチュアートの遺産を継承しており、 第三代マウントジョイ一尺の死から3ヶ月後に、父が死去すると、ルークがその遺産を継承した。1773年から1789年まで、ダブリン県選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務めた。また、ダブリン民兵隊隊長と、アイルランド数密院の数密顧問官を務めた。1789年9月19日に、アイルランド貴族である、 ティロン・県におけるマウント・ジョイのマウント・ジョイ男爵に除され、1795年9月30日に同じくアイルランド貴族であるティロン・県におけるマウント・ジョイのマウント・ジョイ子爵に除された。1798年アイルランド反乱の最中の1798年6月5日、ニューロスの戦いで戦死した。一人目の妻との間の息子、チャールズ・ジョンが位を継承した。 1773年7月3日、エリザベス・モンゴメリーと結婚した。1793年10月20日、マーガレット・ウォリスと再婚した。ありがとうございます。